絵もついてるやん、ちゃんと。コロナになってから2人並ぶことって、ね、それは貴重ね。全然なくなったね。本当そうだ。今回もなかったです。そう、今までやったらね、並ぶ19年の時は喋ったけど。そうよね。このソロに関してはどういう思いで、東京オリンピックまで、ま、延期になったっていうのもあって、ソロをやってない期間がちょっと何年か、2年間もうデュエットとチームに専念していたので、その間に、あ、なんか私一人で個人として、あの世界で、まあ、いい結果も悪い結果 もう全部自分に返ってくるっていう戦いをしたいなっていうふうには思っていて、で、あのオリンピック終わってから先生に、あの今後どうしたいっていうことを聞かれて、もう即答で、あのソロやりたいですって、もうオリンピックの会、あのもう選手村の中で聞かれた時点ではもう自分の気持ちは決まっていて。さあ、ではフリー見たい見たい。これは大きく見えたよね。すごい大きな選手に見えた。それは良かった。これも上がってた。斜め向いてましたね。許し、フリーだから許しましょう。死に方マシでした。上手でした。いや、思わずご自分で拍手してますけど、本当大変なルーティンだったんでしょこれ。はい、内臓が痛いルーティンです。え、どうぞ。泳ぎ終わってからちょっとしばらく体調悪くなります。これ今までのとどう違うんですか。休みというか、泳いでる一曲の中でちょっとすごい綺麗、流す場面がなくて、もうずっとどの場面も結構詰まっていて、休むポイントがない。初めて。どういうことですかそれ。
中がしんどいっていう、まあ、泳いでる時はもちろんしんどいんですけど、なんでしょうね、うん、まあ、乳酸がすごい出てるから。乳酸って筋肉に出る、内臓に乳酸出ますか？でもなんか乳酸がすごい溜まって、なんかトレーニングの後とかきつい。あの感じやね、あの感じやね。よくあの乳酸あんまり出ちゃうとみんなゲーって吐いたりとか戻したりとかってあるよね。それに近い状態、はい、チームとかデュエットとかではやっぱりそこまで個人的に追い込めない。やっぱり色の合わせたりとか並んだりとか、まあ、そういうことに気を使うこともあるし、一人だけが張り切って100% ロイダルいいっていうもんでもないので、ソロならではかなと。ソロの選手は結構もう裏できつそうです。もうきつそうで、どの国の選手も。昔のリリューがあの30秒短くなった時に立ってるけれど、彼女は私揺れ出した、今でも忘れないんですけど、コール点数聞くまで立てられへんで、こうしてもうこけるんじゃないかなと思って、で裏行ったら壁伝いにこうやって歩いてた、今でも記憶してるんですけど、ああいうのって、ああいうのが現実だから、選手にあの点数あそこでコールして聞かして立たして聞かしてやらないでほしいなと思いましたね。ソロってそれぐらいやっぱり自分に自分の限界に挑戦してるから、アーティスティックスイミングの中でも非常に特殊だから、それだけに、ね、まあ、それこそ他のスポーツと同じように個人の限界を見れるというか。